はい、今日もですね、新しく道具を買いましたんで試してみようかと思います。見ての通り、最近ホームセンターでよく見かけるようになった、土起こし用のクワですね。何ていうかな、備中クワみたいにこの刃先がね4本とか3本になってる、土起こしにね、向いたクワあると思うんですけど、それをね、よりね土起こし専用に特化させたようなね商品ということになるかと思います。もううちの地域でも 4,5 年前から見かけるようになっていて、ただ使ってる人がいなかったんでね、今まで手出さなかったんですけど、コメリでね1700円ぐらいのセール品だったので、今回ねちょっと購入してみました。商品がですね、こちらですね、商品名、丈夫で楽に掘り起こせるスチール製の土起こしクワということで、この原理、根菜類も OK、スチール製なのでよく刺さるということですね。材質はスチールだとあんまり長持ちはしなさそうですけど、4,5 年使えればいいかなとね思ってます。アルミ製とかはねちょっと柔らかすぎるんで、なかなかね硬いものに当たっても当たりやすいんで向いてないかもしれませんし、ステンレスじゃね値段が合わないでしょうからね、こんなもんかと思います。メーカーは大新さん、株式が大新さんですね、兵庫県の会社さんということで、安く汎用品なんでね、どの程度持つか分かりませんけど、効果のほどね確認してみたいと思います。一応これね取っ手がこのようについてて、多分取っ手の方が先にくたびれると思うんですけど、こう長くね、クワの先っぽがついてるような形で、こちらの方に足を乗せて、掘り込むといった形、写真にもね載ってるんですけど、こういう形で使われるそうです。以前はね3500円とかで別の商品が売ってあったんで、うーんって思いながらもねやっぱ手を出さなかったんですけど、2000円以下であればね通常のスコップとかクワとさほど値段が変わりませんのでね、こだわるとね農業道具もね、7、8000円とかなってくるんで、うちはあくまで、素人のね、家庭菜園なんで、なるべく安くいい品物を探していつも使用しております。ということで早速ですね、土起こしをしていきたいと思います。じゃがいもでも見ようかな。はい、それではですねこちらの畝の方土起こしを行いたいと思います。通常であれば周りの雑草を抜いた後にマルチを剥いで土を起こすんですが、今回はあえてね、周りの雑草部分も土を起こしてですね、簡単に草が抜けるかということも検証していきたいと思います。作業時間、通常であればねこの一畝でだいたい20分か30分かからないぐらいですかね。いくらか時間が短縮できたらですね土起こし具は、非常に費用対効果があるというふうに思いますので、その点もね、ちょっとね検証していきたいと思います。はい、まずねちょっとマルチを剥がして土の状態を見ているんですけど、うちは栽培が終わっても結構マルチは冬の間かけたままにしてるんで、土はね結構乾燥しております。でも5、6年もね同じ土地で耕し続けてるんで、土は非常にね畝の部分は柔らかいのでね、見てのとおりサクサクね、今ねクワが入ってるんですけど、でまず使ってみて第一印象、楽ですね。もう体重乗せるだけでいけちゃうから、で思うんですよね、クワって上背のある人は特に腰曲げてね振らなきゃいけないでしょ。あれってね、ずーっと同じ体勢でやってると結構きつくてね、自分も痛くなることはないんですけど、ちょっと腰が固まっちゃうような感覚があってね、そういうのでからね、腰痛持ちの方とかは、やっぱ畑作業してて辛い時があると思うんで、それをしなくていいだけね、楽ですね、まずはね、思ったのが。で、特に、もちろんこれ土を起こした後に、畝作る時にはね、冷気を使ったり、冷気って平べったくするやつですよ。学校の運動場とかにね、よく置いてあるようなね、ああいうものを使ったりとか、あとね、細かく砕くときはもちろんね、クワを使うんで、作業的にはね、この土起こしだけに特化してるって点で、ちょっとね、凡庸性が低いかなといった気もします。はい。ただ、もうね、楽すぎてね今癖になっちゃってね、作業楽しくなっちゃってるんでしょこれ。はい。で私の場合ちょっとね体重が重いんでねサクサク入るんですけど、はい、どうでしょうか。
なんか畑作業じゃないですよねこれね。もう見てるとなんか土木のおじさんみたいになってますけど、うん、まあでも使用感いいですよ。本当に腰が楽、うん、もう本当本当、うん、で今入れてるのが、サイドのね、うねじゃないところなんですけど、の雑草がね結構生えてきたんで、ここもまあ硬いは硬いですけどね、石に当たらなければ、結構ね、サクサクいけるんで楽ですね、うん、まあとりあえずこの初期段階の土起こしには使えるのでね、自分はちょっと買ってよかったかなっていう感じですけど、今こけましたね、うん、まあいいですね、うん、楽です、楽。まあ時間短縮っていうのはね、自分みたいなサラリーマンでこう趣味でやってる人間にとっては非常に重要なんでね、今暑くて、ね、脱ぎ出しちゃったんですけど、うん、まあ今までこういう製品あったのかな。私は5、6年前から見ちゃおるとですよ、うん、でコメリとか、そうね、ハンズマンにもね、片隅に置いてあってね、まだ一般的じゃなくて、で値段がね当時4000円とか5000円やっぱしたんですよね。やっぱ4000円5000円って、趣味でね家庭菜園ですから、なかなかね手が伸びずにっていった感じだったんですけど、今ね大量生産してくれたのか安くなったんでね、非常に、ありがたくは思います。今こうやってね草も取れたんで、根っこから見てもらってるんですけど、根っこ傷つけないんですよ、形状が。でスコップとかクワみたいに切らないんで、根っこを切らない分ですね、雑草の抜く時にね、根っこついてくるんで、これがね結構ポイントかと思います。うん、楽。まあ、ちなみにこれあと使い方としては、じゃがいもとか芋根菜類ですか、まあ、ごぼうには使えないと思うんですけど、そういうものの収穫の時にも役立つよって書いてあったんで、うん、でちなみに水蓮とかが結構ねうちね埋まってたんでね、それはね見事に、粉砕してましたね、株を、球根を、うん、だから芋にも使えると思うんですけど、芋はちょっとスコップ使った方がね個人的にいいかなと思っちゃいます。はい、本当だったらねブチ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 抜いてるんですよこの時も。はい、でも土をこうしてるんでね、根っこから抜けてくれてるんでね、非常に楽でした。今ねちょっとね、気持ちよくなってね、もうだんだん灰になって作業を進めてる状態なんでね、うん、まあちょっとこうゆっくり、私の作業をご覧くださいといったところで、うん、はい、今ね10分間作業して、感覚的にはね20分ぐらいかかる作業が10分ぐらいで終わった感じですね。特にうねの部分はもう土が柔らかかったんで簡単にひっくり返りました。あと、まあ、サイド部分ね天地返しとかもしてなくて、結構固めだったんですけど、石とかに当たらなければですね、まあまあな力で、返りますんで、非常にスコップとか使うよりかは楽ですね。やっぱテコの原理でやるんでね、クワ振り下ろしてやったりすることを考えると倍ぐらい、早くね起こすせるような、感覚です。あと特にサイドのね残した草、これはねいつもであれば根元から切れたりとかして根っこ残るんですけど、まあ、土を起こしてやることによってですね、ここら辺、三つ葉とか、仏の座とかですね、このように根っこから取れてくれるんでね、これは非常にね後々雑草、対策、除草の手間が省けるんじゃないかとね、期待できる効果が得られました。まあお値段1700円なんで、自分としては買いですけど、どうでしょうかね。例えば、2坪ぐらいの菜園であれば、クワで十分できますし、ちょっと広めのね、畑お持ちの方であれば、効率重視で考えると、非常にお得、コスパがいいといった感じかと思います。ですから、おすすめ度は、自分としては7割か8割くらいでしょうか。これ絶対あった方がいいという商品じゃないので、贅沢品にはなるんですけど、うん、ただ体重が50キロ以上ないとちょっと使いづらいかな。うん。まあ、ちょっと軽めの女性とかは、扱ってもそこまで効果が、感じられないかもしれません。ただ良かったですよ。やっぱ起こしてくれるんでね。例えばね、ここら辺の伸びるが生えてますけど、これ根元からブチブチ普通切れるんですけどね、土を起こすことによってこうやって土がね、離れてくれて簡単に取れるんで、まあ、ちなみにこれ食べられるんですけどね。まあ、こんな感じで、うん。うちでは活躍しそうですね。
ただスチール製でね、作りはあまり良くないのでね、使用後はきちんと土を払って水気を取った方がスチール製なので錆びなくて長持ちするかと思います。ということで、まあ、久しぶりに商品デビューみたいな形になりましたけど、お使いの方どうですかね、いらっしゃったらね、同じくねコメントいただけると嬉しいです。ということで、久しぶりにね道具買いましたんでレビューしました。土起こし専用クワということで、以上シュウチャンネルからでした。どうもどうもどうも。